ミカト、初めてにしてはすごく上手。手先が器用なのね。ふん、何さ、面倒な部分は私がやっておいたからうまくできたんでしょ。だから、そういうこと言わないの。これはミカトにあげたの。ほらミカト、着てみなさいよ。見せて見せて。実は今二人で。なあやあ、ちょっと散歩をしてたのさ。健康にいいんだよ、忍び足の方が。いいか、ミカト、ナコルルたちには言うなよ。黙ってるんだ、約束したからな。ミカト、捕まえた。観念しろ。さとこっちに来なさい。すっごい、ミカと似合う。もしかしてリムルルよりも可愛いんじゃないの。マナリ、それどういう意味？まあまあリムルル、でも本当に可愛いわよミカト。他に何を着せてみようかしら。
綺麗。うん、素敵だね。姉さま、ちょっと着てみせてよ。え？あ、私も見てみたいな。いいけど。
手伝ってあげる。出来上がり。うわあ、みんな似合う。似合う？私はどう？ええ、とってもよく似合うわ。ママもかわいい。似合ってるよ。そうかしら。ありがとう。でもこの格好少し寒いわ。着替えましょう。私もっと着ていたいよ。私もそのヤンタムーに見せてあげたいな、なんて。気に入ったならあげるわ。本当に嬉しい。姉様ありがとう。大好き。じゃあ今日はそろそろ終わりにしましょうか。そうだね。元の服に着替えないと。ところでミカト、あんたは誰が一番似合うと思う？私は可愛いなの？納得いく説明しなさいよ。ひどい。服が可愛いってことは私は可愛くないってこと？なんだむや、許さん。何？どうしたの？私ったら、どうして恥ずかしがっているのかしら。
巫女としてもっと毅然とした態度を取らないといけないのに。リムルルのつまんねえ裸なんて見たくねえよ。なんですって？リムルル、よしなさい。ブー。さすがナコルル、心が寛大だ。違うわよ、ヤンタム。あなたたちを許したわけじゃありません。二人ともそこに座りなさい。どうしたの？説明して。いや、春の精霊に導かれてついフラフラっと。春の精霊は覗きなんかしません。いいことをやんたも。そもそも春の精霊とは、春の訪れを告げるとても暖かい精霊なのよ。春の風を私たちに運んできてくれるの。つまり幸せを運んできてくれるのよ。そんな優しい精霊が、あの着替えをのぞくような行為をしろなんて間違ってもありません。精霊のせいにするなんてカムイが怒ります。いや、ここははっきり言わせてもらおうぜ。ナコルル、春の精霊はな、人の心を惑わすのさ。大胆に、そして正直にさせるのさ。そして俺は心の赴くままに行動しただけなんだよ。さらに言うならば、可愛い女の子の着替えを見に行くのは男の義務。そう、義務なのさ。そんな義務あるわけないでしょ。いや、ある。ヤンタム、気持ちはわかるけど、いきなり覗かれたら恥ずかしいわ。せめて一声かけてから。声なんかかけてもダメ。あ、そうね、ダメよヤンタム。二人とも綺麗だったぜ。そう、俺は幸せな気分になった。春の精霊が幸せを呼ぶっていうのは本当だな。え？そんなこと言ってもごまかされません。ごまかしてるわけじゃないさ。俺の心に春がやってきたようだぜ。春の女神のような二人を見て、俺の心に暖かな春風が吹き抜けた。そう、これこそ春そのもの。春一番、春真っ盛り。だからその
ああ、俺は今幸せの真っ只中だ。